社長小塚克夫の手によって創立され、半世紀以上の歴史を持つ日本の大手家具メーカー小塚家具。高級ではあるものの、それにふさわしい確かな品質の小塚家具は多くの利用者に愛用されている。だがしかし、そんな大企業の家具メーカーが今存続の危機に陥っていた。今日も客来ねえ。その理由は社長が克夫の娘である小塚久江に変わったこと、そしてそこには壮絶な泥沼の親子喧嘩が関わっていた。くそ、一体どうすれば。事の発端は小塚家具の業績悪化、ニーズのすれ違いや、イトリ、ニケアといった新メーカーが飛び出してきたことで客がそちらに流れてしまったのだ。その責任を取らざるを得なくなった克夫は、娘の久江に社長の座を譲ることに。これは久江のステータスを鑑みれば実に当然のことだった。久江は幼き頃からお嬢様学校に通い、大学は指折りの名門校、卒業後は銀行に勤め、その後は小塚家具の取締役就任やコンサル会社の設立など幅広い活動をしていた。小塚さん、これは一体どうすれば。これはね、そうした末に2009年、小塚家具創業40周年を機に社長就任。豊富な実績のある久江は低迷する小塚家具の救世主に思えたことだろう。これからは安泰だな、大社長がいれば何も怖くない。だがそれが悲劇の始まりだった。これからは気軽に入れる店にするわ。客にプレッシャーを与える重々しい雰囲気なんていらないから、全店舗カジュアルな接客を心がけなさい。ですがそれは何。久江が行ったことは小塚家具の全面改革、会員制にし顧客に付きっきりで接客するという父の接客術が客に心理的負担を与えると久江は考えたのだ。事実ライバルとなったニケアとイトリは自由に客が見て回れる手法をとっている。会員制でもなく自分のペースで欲しいものを探せるというのは楽に違いない。そして被災の手法は見事成功。入りやすい雰囲気が客足を伸ばし、売上高の低下は抑えられ、2011年、2012年営業利益約11億円を出すことに成功した。最初は反対気味であった社員もこれには大喜びだったのだが、なんじゃこれは、ふざけるな。カツオは自分の方針とは真逆のことをしている被災に大激怒。おい、どういうことじゃこれは。それはお父様、お父様の考えはもう古いんです。そい、これからは私が新たな小塚家具を作ります。部外者は離れていてくださいませ。業績を回復させた被災に逆らう者はいない。父カツオが何を言ってきても正義は全て被災にあったからだ。次はもっとカジュアルにネット販売をするわよ。それでいて小塚家具のブランドは落とさないようにしなさい。そうして業績を右肩上がりにさせていく久江。しかしこれは一時的なものに過ぎなかった。社長、今月もまた赤字です。このままですと。なんで、なんでなのよ。久江主導の経営が一気に業績悪化。その原因は久江の中途半端さにあった。最初から低価格で販売し、カジュアルな雰囲気であったニケアやイトリとは違い、コツカ家具は高級メーカー。高級店には高級店にふさわしい格式があるのだ。それを無視してカジュアル路線に切り替えつつ高級志向は残しているという矛盾、それが業績悪化を招いてしまった。2013年には営業利益が低下し、2014年業績不調に。最初からわしの後を継いだだけにしておればよかったもの。お父様、お前にその座はふさわしくなかったようじゃな。明け渡すがよい。なあ。そうしてカツオは被災を引きずり下ろして社長に再復帰。経営方針を以前の状態に戻すことを決め、被災が新規開拓していた店舗や通販サイトを全て閉店閉鎖させるのだった。被災、お前のやってきたことはわしが否定してやる。さらに店長16名のうち10人を解任するなど、被災派に対する粛清人事も容赦なく行っていった。カツオは小塚家具の路線変更を強引に進めていったのだ。また方針変更かよ。こんなに変更して大丈夫か、この会社。カツオのやり方に納得していない社員たちは不信感を募らせていった。以前の方針に戻した店内に客足が伸びることはなかった。ついに小塚家具
具は約5億円の営業赤字に転落することに。そしてついに2015年1月、久江とカツオの直接対決として取締役会が開催。久江の社長復帰とカツオの会長選任の多数決の結果、4対3の僅差の末久江が勝利。株主総会でも賛成票を過半数集め、カツオは会社を去っていったのだった。私が社長よ。終わった、俺の会社だったのに。社長に復帰した久江はカツオの方針を完全否定、自らの路線を全速力で推し進めていった。キビキビ働きなさい、私の改革はここから始まるのだから。しかしその結果。なんだあれ、もうついてけねえよ。俺たちはお前のおもちゃじゃねえぞ。社員に対する被災の横暴な態度にカツオを支持していた社員が軒並み反発し、技術の高い職人も退社。カツオとつながり強かった得意先からも取引を打ち切られたのだった。ああ、もう何なのよ、どいつもこいつも使えないわね。そんな性格だからみんな離れていくんだろう。そして苦肉の策で被災が出した手段は、値段を下げなさい。はあ、まさかの価格競争だった。ただそんなことをしてもすでに安価路線で地位を確立しているニケアやイトリの客は奪えず、価格競争は失敗。次に打ち出した案が中国企業への業務提携だったのだが、無能に出す金はない、カツオ氏と和解すれば考えるがね。そんなとビジネス開始直後に中国側からの資金がキャンセル。和解もできず業績悪化が止まることはなく、被災は会社の資産100億円を一瞬で溶かしてしまい、コツ価格に倒産の危機が訪れたのだった。もうどうしようもないわね。そんな被災とコツ価格を救ったのが大手家電量販店の田中電機だった。利害が完全一致し、田中電機はコツ価格と提携した。ただ結果が出せなかったらどうなるか分かってるよね。はい。